こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書つれづれ草の丹波に出雲というところありの解説をやっていきたいと思います。丹波というのは京都府の中部と兵庫県の東部に広がっていた地域、そこに出雲というところがあった。この出雲は出雲大神宮を指している。この神社は現在でも京都府の亀岡市にあって、今回のお話はそこの場所であるお坊さんがやっちゃった失敗談です。つれづれ草の作者である兼好法師らしい人間味あふれる話が書かれていますので、一緒に読んでいきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。つれづれ草っていうのは兼好法師によって鎌倉時代末期に書かれた文章。兼好法師の法師っていうのは僧侶、お坊さんっていう意味。その兼好法師が鎌倉時代の末期、だから今からだいたい700年ぐらい前に書かれた文章。日本の三大随筆の一つっていう風に呼ばれてる。随筆っていうのは作者の体験をもとに自分の思い、感想、考えを述べた文章のこと。で、その随筆、日本で有名なのは三つある。その一つが今回あるつれづれ草。その他には枕草子と方丈記が挙げられます。つれづれ草は三大随筆の一つ。これ覚えておいてね。つれづれ草は序談と243段の長短様々な文章によって構成されてます。つまり序談を合わせるとつれづれ草の中には244個のお話が詰まってるっていうわけなんだね。作者の兼好法師が自然とか人生とか社会に関して自分の自由な精神を発揮して自分の考え方、思いっていうのを書き留めた文章、それがつれづれ草なんです。今回解説するのはその中の第236段です。それでは読んでいきましょう。丹波に出雲というところあり、丹波の国に出雲というところがあった。で、この出雲っていうのが現在でも残っている出雲大神宮のことなんだけど、みんなが出雲と聞いて思い出すのは島根県にある出雲大社だよね。実はね、この丹波の国の出雲も、つまり出雲大神宮も島根県の出雲大社と全く無関係ではない。この続き読んでいくよ。大社を移して、めでたく作れり。で、このめでたくっていうのは形容詞だね。連用形です。終止形はめでたし。これは素晴らしいとか立派だ、こういった意味があります。島根県の出雲大社の神様とか霊を移して、迎え入れて立派に作ってある。ね、ここ丹波にある出雲も、ちゃんとあの有名な島根県の出雲大社の神様とか霊を迎え入れて作られたものである。それぐらいに格式が高くて立派なものなんだよ。そういうことがここで書かれているの。この時代、島根県の出雲大社といえば、人々の憧れの的だったから、きっとね、この丹波の国の出雲も、この神社もきっとすごいに違いない。そういった人々に期待をさせるような神社だったわけだ。で、この思い込みが今回の失敗談につながるわけ。いい？では続き読んでいくよ。志田の何がしとかや知るところなれば、秋の頃、商会商人、その他も、人、あまた誘いて、この志田の何がしっていうのは、志田の何とかいう人。で、このとかやっていうのが、と言ったか。つまり、志田の何とかと言った人が。つまり、名前がはっきり分かっていない人のこと。ああ、あの何とかっていう人が、こういうふうに使うよね。そういう感じで、この志田の何がしっていうふうに呼んでいるわけ。で、その次の知るっていうのが、治めるとか、領有する、こういう意味ね。つまり、その志田の何とかっていう人が、領有しているところなので、これは丹波の国の出雲のことね。志田の何とかっていう人が持っている土地だったんだって。でね、秋の頃、商会商人とか、その他の人たちも大勢誘って、あることを言ったの。この商会商人っていうのはお坊さんね。で、この商人っていうのが、僧に対する敬称。お坊さんを尊敬して呼ぶ言葉。
で、その志田のなんとかっていう人が、そこの丹波の国の出雲っていう場所を持っているでしょ。だからそちらにいらっしゃい、こういうふうに言って、商会商人とか、あまた。このあまたっていうのは、たくさんとか大勢っていう意味なんだけど、その他、たくさんの人も誘ったの。で、その次のセリフが、その志田のなんとかっていう人が、みんなに向かって言った言葉。いざ、たまえ。出雲拝みに、買い持ち、めさせん。とて、愚子もて、生きたるに、おのおの拝みて、ゆゆしく、心起こしたり、いざ、たまえ、さあ、行きましょう。こういうふうに、志田のなんとかっていう人が、みんなに誘いかけたわけ。ね、出雲のお城の参拝に行きましょう。そこは自分の土地だから、皆さんお誘いします。こういうことだね。で、次の、買い持ち、めさせんは、ぼた餅をご馳走しましょう。こういうことなんだけどね。当時は、それは田舎料理をご馳走しましょう。こういった意味を持つ慣用句だった。だからね、この志田のなんとかっていう人は、商会商人とかみんなに対して、一緒に丹波の国の出雲まで参拝に行きましょう。そうすれば、そこで皆さんにご馳走しますよ。こういうふうに言ったっていうこと。とて、愚子もて生きたるに、と言って、連れ立って行ったが。で、この愚子っていうのは、愚子、連れ立って行く。一緒に行く、こういった意味があります。この連れ立って行ったのは、当然、志田の何がしね、商会商人とかみんなを連れて、丹波の国に行ったわけ。そうしてね、丹波の国の出雲にみんなが着いた。それが次の部分。おのおの拝みて、ゆゆしく、心起こしたり。みんな各自そこの場所で拝んで、ゆゆしく非常に信仰心を起こした。ああ、ここの場所すごいな。みんなこういうふうにね、思ったわけだ。さすがあの島根県の出雲大社から神様とか霊を迎え入れただけある。で、みんながそう思っている時に、霊の商会商人があることを発見した。それが次の部分です。お前なる獅子狛犬。背きて後ろ様に立ちたりければ、商人意味軸感じて、ね、お前、その社殿の前にある、魔除けの獅子とか狛犬が背中を向け合って後ろ向けに立っていた。で、それを見た商人、商会商人は、意味軸非常に感じて感動した。これがね、神社の建物の前なんかによくある、獅子と狛犬です。木とか石とかで作られている魔除けの像だね。で、建物に向かって右が獅子で、左が狛犬。これは魔除けの像だから。普通はね、建物を背にしてこちらの方を見ているか、その獅子と狛犬は向かい合って立っているわけ。ところがね、商会商人が発見したこの二つの像は、なんと背中を向かい合わせて立っていた。ね、獅子の像は向こうの方向いてるし、狛犬も向こうの方向いている。そんな状態で立っていたの。で、そのことにね、この商会商人は非常に感動した。そして次のことを言ったの。アナ、めでたや。ああ、結構なことだよ。このアナっていうのは感動のあまり発する言葉。で、このアナ、何々やで決まった形、定型の表現です。この間に挟まっているめでたはさっき出てきたね。感動を表すめでたしの語感の部分です。で、この商会商人、次にこう言った。この獅子の立ちよう、意図珍しい。この獅子の立ち方はとても珍しい。深きゆえあらん。深いわけがあるんだろう。と、涙ぐみて。と、涙ぐんで。ね、商会商人、ここの場所に来て、非常に信仰心を起こされていたから。ね、ここの神社にあるものは非常にありがたいものだ。こういったイメージがあったから。そこで目にした獅子と狛犬の立ち方が、普通の神社のものと全く違うから。ああ、これはね、すごく珍しい。きっと深いわけがあるんだろう。こういうふうに言ったの。そう言って涙ぐみさえした。でもね、このこと、他の人は気づいてなかった。だからね、商会商人はこういうふうに続けた。いかに、殿バラ。首相のことはご覧じとがめずや。無下なり。と言えば。このいかにっていうのは、おいとか、これこれ、こういうふうに他の人を呼びかけるときに使う言葉。この殿バラっていうのは皆様方。ね、みんなに対してこういうふうに商会商人は発言したの。いかに殿バラ。もし皆様方、首相のことはご覧じとがめずや。このありがたいことを見てお気づきになりませんか。こういうふうにみんなに呼びかけた。ね、こんな珍しいこと、そこにはきっと深いわけがあるに違いないのに、このことに気づいたのは私だけですかって。
無下なり、そんなことに気づかないなんてあまりにも皆さんひどいじゃありませんか、と言ったので、おのおの怪しみて、そう言われてね、周りの人もあれ、そうだな、そういえばそうだな、こういうふうに気づいたの。そしてそれぞれが不思議があった。で、商会商人に合わせてこういうことを口々に言い始めた。まことに他に異なりけり、このけりっていうのは過去を表すとともに英単の意味も含んでいます。みんなすごいな、こういうふうに思ってるわけだ。本当に他と違いますなーって。都の都に語らん。で、この都っていうのは土産物。これはね、都に帰った時の土産話にしよう。ね、このことを都に帰ってからみんなに話そう、などと言うに。こういうふうにね、他の人も口々に言い始めた。でね、みんながこういうふうに反応してくれたから、商会商人としては満足だよね。そうでしょう、そうでしょう、これほどのこと。まあ最初に気づいたのは私なんですから、ちょっと私が代表して、この獅子と狛犬にはどういった言われがあるのか、ここの人に聞いてみましょう。こういうふうなね、話の展開になってきたの。それが次の部分です。商人、なおゆかしがりて、おとなしく、物知りぬべき顔したる、神官を呼びて、ね、商人はもっと知りたがって、このおとなしくっていうのは、大人らしいとか年配で、こういった意味ね。つまりね、この獅子と狛犬が背を向け合って立っている理由を知っている人、それはきっとここの神社で偉い人だよね。長い間ここにいる人だよね。そう思ってね、商会商人は年配の、そして物をきっとわきまえてそうな人を、そういう顔をしている威厳のある神官を呼んで、ここの人を呼んで、こういうふうに聞いてみたの。この宮城の獅子の建てられよう、定めて習いあることにはべらん。ね、この宮城の獅子の建てられ方は、定めて習い。この定めてっていうのは定めし、きっと。習いっていうのは言われ、由緒。それがあることでございましょう。何かね、そこにはきっと深い理由があるんでしょう。このはべらんっていうのはございましょう。はべりはありの丁寧語です。地と受けたまわらばや。このばやっていうのは自己の願望を表す終助詞です。ちょっとお伺いしたい。ね、その理由、私に教えてください。こういうふうに商会商人は、そこのものが分かっていそうな神社の人に質問したの。と言われければ、ね、なんとかここでその理由を聞いて、みんなでその感動を分かち合いたい。こういうふうに思ったの。この、と言われければ、は、とおっしゃったところ、こういうふうに訳したらいいね。そうするとね、その神官は何と答えたか。これがこの話のオチの部分です。そのことに候。そのことでございます。さがなきわらわべどもの、つかまついける、機械に候ことなり、とて差し寄りて、据え直していにければ、商人の官類、いたずらになりにけり。このさがなきっていうのはいたずらな子供たちがしたことで、機械に候ことなり、けしからぬことでございます。と言って差し寄りて、その獅子と狛犬に近寄って、据え直していにければ、その二つの像を正しい位置に戻して、据え直して立ち去っていった。こういうことだったの。つまり、商会商人とか、その他の人がみんな感動していたこと。獅子と狛犬が背を向け合って立っていたのは、子供たちのいたずらだったの。で、そのことを神官はけしからん、こういうふうに言って、その二つの像を元の向きに直して、立ち去っていった。で、こういった理由だったので、商人の官類、いたずらになりにけり、商人の流した感動の涙は、一体何のために流したかわからず無駄になってしまった。こういった終わり方なんだね。どう？面白い話だよね。このお話が面白いのは、最初の部分から、ちゃんと仕掛けがされているから。それはね、ここの京都の丹波にある出雲が、きっとね、島根にある出雲大社みたいにすごいものなんだ。そういった先入観をみんな持っていたっていうこと。だからね、みんなはそこの場所で感動したくてしょうがなかったわけだ。ところがね、最後に分かったことは、その自分たちの感動っていうのは的外れだったっていうこと。だってそうでしょ？ただ単に子供がしたいたずらを見て、これにはね、きっと深いわけがあるんだ。そう言って、商会商人なんて涙まで流してたんだよ。ちょっとこれ、恥ずかしいよね。がっかりだよね。でね、そこには商会商人の、私はね、他の人とは目の付けどころが違う。こういうふうにね、得意になっていた部分もあったはずだよね。それをね、みんなに示したいと思った。
だからわざわざ人を呼んできて、その理由まで聞いたんでしょ？でも結局はそういったことはすべて、自分は何にも分かってなかった。ただの思い込みだった。こういうことがはっきりする結果につながっていくわけ。これが健康法師が書いたつれづれ草の一つの特徴だね。人間味あふれる話の中に深い人間の理解っていうのが隠されている。そういった特徴が出ているお話だったと思います。どうですか？今回のお話分かりましたか？もう一回今回の話を読んで健康法師と同じ視点から人間というものを見つめてみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。